こんばんは。こんばんは。福田カルタス、お疲れ様です。帰ってきたよ。8時間乗って新幹線に。こんばんは。疲れんかん。ガラフェスありがとうございました。楽しかったです。めっちゃステージとの距離が近くて不思議な感じでした。こんばんは。なんか4列目ぐらいまで手で触れそうなぐらい近かったですね。はい。なんか改めてすごい仕事だなと、すごい職業だなと。4時間かけて20分だけ踊って4時間かけて帰ってくる、面白えよーって、面白えよ女。そう、でもそれが楽しくて続けてるっていうね。見に来てくれる人がいるからですよ。ありがとうございます。ヤマピ、守りたいこの笑顔。めっちゃ笑顔ですよ、ずっと。ありがとうございます。今日は暗闇、息をする心、ヘタレ立ちよう、夢力ペダルでした。みきちゃんお疲れ、じゅっこありがとう。みきちゃん頑張った、ありがとう。行きの新幹線は結構寝てたんですけど、帰りはずっと起きてました。行きの新幹線結構混んでたな。こんばんは。まあ3連休だからしょうがないね、人が多いのは。こんばんは。あ、はい、モンブラン食べました今日。
モンブラン食べました、イエーイ、モンブラン食べたい楽しみしてて、できました。味はまあ普通でしたけど、なんかもうちょいな細かめのマロンクリームが良かったかも。美味しかったよ、美味しかったけど、あ、モンブランたくさんありがとうございます、美味しかったけどもうちょいね探し歩きたいなって感じですなんか甘くて、結構甘いのが好きな方はお好きだと思うんですけど、あの甘すくてちょっとで1個食べるのがしんどかったよみたいな感じだったので、そうモンブラン、でも美味しかったですよ。モンブランありがとうございます。今日なんか五反田に着いたら高尾先生がなんかラーメンを食べたいと思いませんかみたいな来て確かに美味しいラーメン屋さんが近くにありそうなんですよって言って、マジってなって、じゃあついていこうかなってついて行ったら美味しかったですよ。私ラーメン食べに行くことないからさ、人生で。前回最後に食べに行ったラーメンが去年の8月に高尾先生と横浜のラーメンを食べに行ったやつ、あれは高尾ちゃんが連れてってくれたんですよ。そう、私はそれについて行って、なんかね、そう、それ以来でした、1年越しに。マジラーメン食べる文化が なさすぎて美味しかったですよ。だけどもうニンニクがニンニクがやばい、なんかあれニンニクマシマシとかにしたらどうなるんだろう。なかなか 3,4 時間ぐらいずっと自分のニンニクを感じてましたね、歯磨きしても。今はないけども、新体験でした。なんかラーメン屋さんって怖いイメージがあって、店内でラーメンの写真撮ったりなんかストーリーとか撮ったら怒られるんかなとか思いよったけど、今日怒られなくてよかったです。家系っていうのが私よく分かんないんだけどね、家系とは。美味しかったです。でもめっちゃ有名人のサインがいっぱいあって、なんか人気そうなとこでした。こんばんは。山猫坊主頑張った、ありがとう、めっちゃ可愛い。今日はツインテール、ツインテール、ありがとう。あ、田辺先生がくれたやつ見る？ T シャツ。田辺先生さ、多分今日のために生きてたと思う。サイアン
推し、いやサーヤン推しだけじゃなくて多分今日のメンバーのことが好きなんだと思うよ。サーヤン推しかもしんないけど、じゃーん、すごくない？右から私、高尾ちゃん、リコチ、響き、さきちゃん、かなうちゃんで、私の田辺先生がいたの。いや田辺先生の界隈の人がやってるやつだから、なんか半分今回のフェスの運営みたいな。私のお気に入りポイントはこのカナウがインプレゾンビじゃないですか。カナウインプレゾンビだから、カナウちゃんだけ防波堤じゃなくてゾンビのポーズしてるっていう、カナウちゃんだけゾンビ、それがおもろいですね。大好きです、この感じめっちゃ可愛いよね。凝ってる。防波堤の上に立って、僕は叫んだ。さきちゃん垂れ目すぎない？やばい。高尾ちゃんの目の感じわかるわ、このツインテールの。これ私こんな口、こんな口かな。かわいいよね。かわいい、似てる。うわっやばい、田辺先生の肝ポイント、目の下にほくろある、これは肝ポイントですね。やばい、私だけほくろあるわ。かわいい、なんかこの短期間に田辺先生のオリジナル T シャツを2個も手に入れてしまった。てかちゃんとさ、あの白の T シャツってペライやつになりがちなんですけど、ちゃんとプリントスターのちゃんとした素材のやつ、あの物販でよくあるペラペラのやつじゃなくて、ちゃんとプリントスター。サッチーとヒーちゃんどっち？こっちがヒーちゃんで、こっちがサッチー。すごいね、インプレゾンビかなう、マジこれマジ気に入ってる、かわいい。今日これで着て出ようかと思いました。うわ田辺先生いるし、田辺先生ありがとう。これマジでこのゾンビの、もうちょっともっとさ、ゾンビのところをさ広まってほしいよね。私田辺先生がカナのことをインプレゾンビって呼ぶのめっちゃ好きなんですよ、おもろくて。もっとカナをいじりしてください。うまい、かわいい。この私の髪型何なんだろう。これ何、この髪型だけちょっとわからん、何だろうこれ、な何がどうなったらこうなるんだろう。私の髪型これ何ですか。これ何だろうこの髪型。福フェスボリューム1の時、あ噴水ポニー。あおもろい、噴水ポニーか。あありがとうございます、そういうことね。お団子かと思ってました、団子したことあるっけって思って。噴水ね、かわいい。
うん、やっぱカナウがいいな。このカナウが最高すぎる。おもろ。マジこれ売った方がいいよ。ガラフェスのなんか通販とかないの？絶対このカナウのファンが買うと思います。かわいい。ずっと見れるよねこれ。え、これほんまにこれ、え、いいんですかこれ。出演のギャラとしてもらいましたけど、これありがた。こんなんただでもらっちゃいけんわ。プロの絵をね、売ってほしいよね。ありがとうございました。マジででも本当にあのちゃんとプリントスターでやってるとこがの分厚い白 T でやってるとこがポイント高いです。STU の生誕 T 白で作るとめっちゃペライから。この素材ありがたい。めちゃめちゃ売る気？売ってください。ひーちゃんがめっちゃ落ち込んでいる。いや私それ落ち込んでいる理由知ってるけど、それ言っていいやつなのか分かんないから、もうノーコメントで、本人の名誉のために。相当落ち込んでたから全員で響きハグして帰ったもんね。やっほー。あ、みんなインスタにめっちゃ可愛い猫あかりちゃんの写真投稿したよ。見た？可愛かったでしょ。アクスタ買った方がいいよ。にゃんにゃん、チャシャシャ猫。そうさ、アリスと不思議の国のアリスのさ、やつのさ、あのピンクと紫のさ、なんかおどろおどろしい猫いるじゃないですか。あれの名前一生わかんねえ。チャシャ猫、チャシャ猫、チャシャ猫。本当に今日も調べてコピペして書いたけど一生わからん。発音がチャシャ猫。マジでむずいこれ本当に。チャシャ猫かなのコスプレです。
んばんは。謎の存在だけどすごい市民権を得てない？すごいなって感じ。パピヒコと同じぐらい言いづらそう。むずい。エプレッソレベル。エプレッソも言いづらいよね。確かに申し込みました。本当？やった。楽しみ。こんばんは。ホットモットで海苔弁を頼むときは必ず海苔から明太子にする。え、めっちゃいい。チューブの明太子持ち歩きたいな。お疲れん、とん。はあ。うん。怪獣あくびしちゃった。怪獣あくびしたことある？ありがとう。みんなあるよね。実はあります。あるよ、ガオいつも怪獣あくび。なんだ。映った？ガラフェス盛り上がったねえ。あちきもそう思うでやんす。
瀬戸内の浜辺で貝を10個集めてもいわゆる貝遊び、貝なんか平安時代ね、そんな遊びあったね。こんばんは。コウモリ貝合わせとかねんこ、今日はでもね髪の毛を持って帰ってきたんだから可愛いって言えよ。髪の毛をちゃんと東京からこう持って帰ってきたんだからさ、もっとさなんか褒めたたえてや、もっと湧き立て。ダメダメ、めっちゃ可愛いありがとう、そうだろそうだろ、埼玉のいたんめっちゃ可愛い、分かってるね、可愛いありがとうございます。みけちゃん可愛い10個、 ありがとうございます。可愛い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 、可愛い、それにつけても綺麗になったね、それにつけてもおやつわかある、かわいい、かわいい、かわいいだけじゃダメですか、右から右と上もなんとか、あげー東京じゃもうカール売ってないんだよな。マジ？東京ってカール売ってないの？プププ。ああ、今、人生で初めて東京民より上に立てたわ。なぜなら広島にはカールが売ってるから。ドンキリ山ほど積んであるんですけど。ランキング読むか、見てくれてありがとうございました。生写真のショットが歴代最高に好きマジ？かわいい、1000人ありがとう。さや
今日もありがとう。かわいいね。怪獣あくびやってみるね。怪獣あくびやってみる。うん、じゃあできたかまた教えて。ニートありがとう。ぶーちゃん、14日の夜に E テレでプリンプリン物語の再放送があることだけ伝えておきます。すでに話が出てたら謝ります。出てるわけないでしょ。何その情報、おもろい。プリン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 、それゆきゃプリンプリンプリン。ナナうどんしか。田辺先生、あかりちゃんのこと好きなん。あかりちゃんのことが好きっていうか、なんかおもろいやつが好きなんだと思う。あかりちゃんのこともめっちゃ好きだと思う。ゆうき、まだ先のことですが、福ちゃんのオンラインお話し会を楽しみにしています。僕は福ちゃんを応援してます。ありがとうございます。こちらこそありがとう。お話し会よろしく。カンズありがとう。セブンありがとう。なべなべありがとう。ワンヤマピありがとう。ワン山猫坊主ありがとう。埼玉のおいたんありがとう。1位はみけちゃんありがとう。あい、というわけで、私が福田って言ったら下打ちって言ってください。ありがとう。これは下打ち3度の飯は何で決まり。香川県出身のくちゃんこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。ガース楽しかったです。つけれんこやすいめんずみです。またね。バイバイ。インスタ可愛いから見てね。もう15,600フォロワーぐらいになってます。あれから実は600人ぐらい増えて 1.6 ももうすぐだな。インスタフォローお願いします。おやすみん。おやすみんでみです。ありがとう。まだあれ。明日はおはようメール、朝を来るし期待したって。今日も楽しかったです。またね。あーしょみー。